石原信輝内閣官房参与は雇用調整助成金の受給問題をめぐり与野党から批判の声が上がる中総理の職務遂行に迷惑をかけるとして参与を辞任しました就任して辞任までの間、えー、とその短い期間でこういったことになったということを考えると混乱ということは否めませんし その点については申し訳なく思います。石原氏は岸田総理に対し、混乱を生じることで総理の職務遂行に迷惑をかけることは自分の本意ではないとして、自意を伝えたということです。岸田総理は大変重たく受け止め、自分でも判断し了解したと述べ、10日付で辞任を認めました。